皆さん、こんにちは。リーウェイズ株式会社の牧口です。本日はですね、アメリカで進む物件の囲い込みテクノロジーというテーマでお話しさせていただきたいと思います。本日のプレイヤーはですね、pls.com だとか、トップエージェントネットワークとかですね、Facebook だとかコンパス、そういったプレイヤーがですね、本日のテーマになります。さて、アメリカの方ではですね、情報の透明性が非常に高くなって、誰でもがですね、情報にアクセスしやすくなっているという環境である。というのは、以前の動画でもお伝えさせていただいている通りなんですが、こうした、マルチプルリスティングサービスですね。不動産ブローカーであれば、不動産エージェントであれば、誰でもが、物件を登録しなきゃいけないという、アメリカの共通のデータベースですね。全米に900くらいあるんですけども、それによってですね、透明性高まっていたというのがですね、アメリカのマーケットの、健全性だったわけですが、近年ですね、ちょっと違う動きが出てきましたというのはですね、こちらも以前の動画で少し触れさせていただいたと思います。情報の透明性高まった結果ですね、誰でもが同じ情報にアクセスできるようになったと。そうするとですね、エージェントにとって差別化ができなくなってきてるわけですよね。なので、そのエージェントが差別化を図るためにですね、pls.com、ポケットリスティング .com みたいなですね、市場に出る前の物件を、自分たちが持っていて、その物件があるということによってですね、そういった市場に出る前の物件を持っているといったことで、差別化を図ろうというプレイヤーが出てきているというのが、昨今アメリカで起こっていることですね。ポケットリスティングっていうのは一体何かって話なんですけど、MLS に登録する前の物件だっていうことですね。これ別に違法でも何でもなくて、そういった契約を結べばですね、MLS に登録しないっていう選択肢も一応当然選択することができるわけですね。エージェントのポッケに入ったままのリストっていうことなんで、ポケットリスティングって言うんですけど、それ、なんで、こんなことをするのかって話ですけど、やっぱりプライバシーとかですよね、主な理由は。誰にも売ってることを知られたくないっていう、層とかも、やっぱりアメリカでも一定存在するわけです。特に、例えば有名人とかですね、ゴシップネタとかになってしまうので、豪邸売り出してますみたいな話っていうのは、やっぱり有名人も避けたいわけですよね。なので、こういったポケットリスティングのニーズみたいなものは依然としてあるわけです。ポケットリスティングによる取引のメリット、デメリットっていうのはやっぱりあって、メリットっていうのはここに書いてある通り、プライバシーだとかセキュリティだとかですね、エクスクルーシビティとかですね、レスプリパレーションとか、そういった様々なメリットっていうのが一応挙げられています。自分で購入希望者を制限することができるので、そういった意味で確実性の高い取引につながるだとかですね、あとは一般の市場とかに出すとですね、やっぱりオープンハウスとかする前にですね、家の修繕したり塗装したりですね、ステージングといって家具をきれいに整えたりですね、そういった準備が結構大変なので、そういったことがポケットリスティングの場合だといらないとかですね。あと結構メリットの一つとしては、掲載されないので、なので、市場にどれぐらい滞在してるかっていうこと自体がわからないわけですよね。日本でも全く同じですけど、長い間問い合わせもなくて物件に出続けてる物件ってのはなんか問題があるんじゃないかって市場に評価されちゃう。結果、それで値下げ交渉の材料に使われちゃうみたいな話ですね。あとは、特別感ですよね。あなただけにお知らせする、限定物件ですよ、みたいな形で、売り手に対してですね、魅力をアピールすることもできますし、手数料が割引できるんですね。アメリカの場合だと、仲介手数料というのは基本的には売り主が負担する形になります。なんで売り主が負担するかっていうと、売り主はお金が入ってくるからですね。なので、仲介手数料を、買い主のエージェント分も負担するんですけど、ポケットリスティングでその売り主のエージェントが、買い手を見つけてくれれば、その分だけ、仲介手数料安くしてくれる可能性が高くなるわけですね。なので、そういった双方代理、デュアルエージェンシーって言うんですけど、アメリカでは相互代理は基本的にはイリーガルなんですけど、州によっては合法のところもあったりするので、そういった取引の可能性も生まれてくるってことですね。一方で、デメリットも当然あります。レスエクスポージャーということで、そもそも市場に露出しないので、値段が下がる可能性もあるということですね。データでは、ポケットリスティングの場合は、一般の取引よりも 5% から 10% ぐらい値段が下がって取引が成立するというふうに報告されたりします。あとはアンダープライシングということで、市場の急激な変化の時にですね、ポケットリスティングとかだとちょっと対応ができないだとか、サプライズということで、いきなり取引が成立しちゃうこととかがあるわけですよね。通常市場に出して、MLS とかに登録しておけばですね、問い合わせがあって、それに対してオープンハウスしてとかって言って、だんだん準備を少しずつすることができるんですけど、ある日突然ですね、買い手決まりましたよ、みたいな話で、まだ引っ越し先決めてないのに、みたいなところでですね、ホテル代を慌てて用意しなきゃいけないとかっていう話とかも聞いたりします。あとは販売期間が長くなる傾向があるっていうのは、考えてみればわかる話ですね。あとはよく言われるのが、レスエクサイトメントとかっていうことも言われるんですけど、ポケットリスティングに入れてるとですね、そこの州のエージェントとか、大体誰がポケットリスティング、どういう物件を持ってるかっていうのをみんな共有してるので、まあ、そうなってくるとですね、まあじゃあ、ポケットリスティングじゃなくて一般市場に出そうってことで MLS に登録したときに、他のエージェントにとってみればですね、あ、これずっとポケットリスティングしてた物件じゃんみたいな話で驚きが少なくなっちゃうので、問い合わせも少なくなっちゃうって話ですね。あとは、まあ、デュアルエージェンシーの弊害ですけど、まあ、総合代理になった時にはですね、まあ、アメリカで結構多い不動産訴訟の時にですね、不利になりがちっていう話とか、まあ、いろんなデメリットもあるわけですね。まあ、デュアルエージェンシー自身はですね、まあ、先ほど言った通り、双方代理ということで、まあ、基本的にはイリーガルですね。アメリカの不動産団体だとか、MLS の団体だとかっていうのは、まあ、こういったデュアルエージェンシーっていうのは、不動産取引の健全性を損なうということで、反対するし、まあ、そうするポケットリスティングが増えることによって、MLS が健全に機能しなくなっちゃうので、基本的にはそういった団体は、デュアルエージェンシーだとか、ポケットリスティングには反対の姿勢ですね。で、アメリカでも、まあ、独占販売権契約ということで、専属専任媒介みたいなそういう契約形態あるので、MLS を載せることなくですね、こういったデュアルエージェンシーで、まあ、不動産を取引するっていうこと自体は、まあ、やり方としてはあるっていうことですね。まあ、そうは言ってもですね、こういったポケットリスティングっていうのは先ほど申し上げた通り、不動産ブローカーにとってみればですね、自分の差別化のポイントになるわけですね。まあ、誰もが持ってない物件持ってますよっていうことで、まあ、全く日本と同じでですね、やっぱりポケットリスティングを有効に活用したいっていうエージェントは結構多くて、まあ、みんなそれぞれ Facebook でですね、ポケットリスティングのグループとか作ってですね、情報を共有し合ってたっていうこととかよく聞く話ですね。で、まあ、やっぱり先ほど申し上げた通り、不動産取引のポータルで情報が開示されすぎてしまった結果、もうそのポータルの UI とか UX では差別化をもう図ることができない状況になっているわけですね。まあ、ジローとか、リアルタドットコムだとか、まあ、レッドフィンのサイトを見てみても、全く同じサイト構成になってるってことで、まあ、サイトの使い勝手だとか、見栄えによってですね、差別化は図れないと。だとしたら、まあ、ポータルとかも集客しなきゃいけませんから、まあ、自分たちもポケットリスティングした方がいいよねって結論に当然なるわけですよね。なので、コンパスとかも、まあ、ポケットリスティングカテゴリーみたいなものを用意したりですね、レッドフィンにしたってカミングするんですね。まあ、もうすぐ市場に出ますよみたいなリスティング出したりですね。まあ、それこそまさにジローもですね、こちら確か2014年ぐらいからですね、ポケットリスティング、カミングスーン物件という形でですね、もう動画とかも作ってですね、我々のサイトに来てくださいっていう集客に使ってたわけですね。まあ、そんな中でですね、以前の動画でお伝えさせていただいた pls.com、ポケットリスティングサービス .com ってことで、その名の通りなんですけど、エージェントだけしか登録できないですね、プロ向けのポケットリスティングを共有し合うサイトっていうのが、まあ、注目を集めてるってことですね。2017年にですね、南カリフォルニアでクリス・ダイソナがですね、設立したんですけれども、まあ、有名なエージェントとかは全部支援してるっていうことですね。まあ、みんな、エージェント同士もですね、ポケットリスティングを融通し合いたいっていう、まあ、ニーズがあって、まあ、そのためのサイトだっていうことですね。で、このプラットフォームを使うことによってですね、エージェントは自分の、まあ、パワーですね、を、まあ、発揮することができるっていうふうに、彼らは宣伝してるわけですよね。で、このサイト基本的には無料で使える状態になっていますが、まあ、2年前に運用開始してからですね、今 pls.com には約8000人のエージェントが登録していて、まあ、大体82億ドルですね。の物件が在庫としてポケットリスティングとして登録されているっていうふうに記事とかでは報告されています。まあ、最近南フロリダの方にも進出したということで、その勢力範囲どんどん広がっているっていうのが今の現状ですね。まあ、サイトの中はですね、こんな感じのレイアウトになっていて、まあ、簡単に物件が登録できて、他のエージェントに、まあ、これがポケットリスティングに今入ってますよっていうこととかが共有できるようなサイト構成になってます。まあ、ただ、やっぱり MLS を敵に回したくないので、ダイソンとかもですね、まあ、その州の MLS のルールはちゃんと遵守しなきゃいけないみたいな形でですね、まあ、ことあることに言ってるんですけど、これはあくまでもですね、エージェントがパワーを取り戻すためだということで、コンパスだとか、まあ、そういったところにですね、お客さん取られないようにですね、やっぱりエージェント自身がですね、自分の影響力みたいなものを発揮するための、まあ、こういったサイトだということで、まあ、結構注目が集まっています。まあ、本日はですね、ポケットリスティング .com を中心とした物件の囲い込みについてですね、お話をさせていただきました。まあ、アメリカでも同じようにですね、やっぱりエージェントは物件囲い込みたいんですねっていうのは、まあ、日本と全く変わらない状況ですね。で、日本でもこうした取り組みですね、まあ、一般の物件では可能性少ないかもしれませんけど、高額物件とか大型物件っていうのはですね、こういったポケットリスティングサービス .com みたいなサービスっていうのは非常にニーズがあるんじゃないかなというふうに思います。まだ、高額物件とか扱ってるとですね、こんな新しい物件、こんな話聞いてるみたいな話とかよく聞きますけど、まあみんな知ってるよ、そんな話みたいな話よく聞きますよね。なので、こういった高額物件であればですね、みんなが知ってるかどうかということの、判断材料にも使えるようなサイトも構築できるんじゃないかなというふうに思ってますので、いずれですね、日本の方でもこういった pls.com に近しいですね、サービスっていうのは展開されていくんじゃないかなというふうに考えています。本日の動画はですね、以上とさせていただきます。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。